フェラーリ 296GTS が日本発表されました。プラグインハイブリッドの新型ベルリネッタスパイダー。写真で細部までご紹介します。v 6フェイの新型オープンモデル。4月にワールドローンチされた v 6フェイのフェラーリ 296GTS が、早くも日本で公開された。フェラーリオーナーへの披露は、 6月25から26日に鈴鹿サーキットで開催されるフェラーリレーシングディズ・鈴鹿2022の中で行われるフェラーリレーシングディズはその名の通り走行プログラムを中心としたサーキットイベントとしてマラネットのフェラーリ本社により世界各国で開催されているもの披露された 296GTS は日本で発表のため急遽本社から 空輸されたもので、マットブラック、つや消し黒、そのボディカラーが目をいる。発表の場でこのカラーが使われたのは初となる。モデルの名称は、フェラーリの伝統にのっとり、総排気量 2.9L と気筒数の6に、グランツーリスモスパイダーの頭文字である GTS を組み合わせたもの。 GTS の最大の特徴がリトラクタブルハードトップ RHT を備えることだ。458スパイダーに始まる近年のフェラーリで実績のある RHT システムを受け継ぐ。296GTB とどこが違う 296GTS の軽量なルーフパネルは2つに分割されて後端を軸に回転してキャビン後方のカウル内に格納される。開閉に要する時間は14秒で時速4 5キロメートル以下なら走行中でも開閉が可能だ。B ピラー部分はエアロブリッジとして残り、中央部分は GTB と同様にスポイラー状になっており、 高さの調節が可能なガラス製のリアスクリーンがキャビンとリアデッキを隔てる。296GTS の基本的なスタイリングはベルリネッタの 296GTB と変わらない。GTB でもコーターウィンドウがない造形のため横から見るとほとんど変わらない。際は RHT を格納するため開閉式となったリアカウルのパーテーションラインが入り、 トンネルバック部分からエンジンフードの前方にブラックのトリム部分が加わったこと。大きく変更されたのはエンジンフードだ。中央以外は透明だった GTB に対し GTS では RTH 格納のため全半分がボディ色プラス黒となり、後ろ半分はエンジンを見せるためのウィンドウが設けられた。 また GTB では B ピラー後方に給油口と充電コネクターが設けられていたが、GTS ではブラックトリム部分の後方に移動し、スタイリングから雑味が消えすっきりとした。専用のディア・パソンシートとは、オープン化に伴い AB ピラー、サイドシルブを再設計し、ねじり合成が50%まで合成は8%高められた。 車重は GTB に比べ 70kg 増の 1540kg に抑えられている。インテリアではフロアコンソールのデザインが変更され、フロアマットとの一体感を強調する。コンソール後方の収納トレイはスパイダーだけに蓋付きに変更されている。296GTS のためにデザインされた専用のディアパソンスタイルのシートが採用されたのもトピック。 RHT の操作スイッチはフロアコンソールのカンチェレットと名付けられたシフトセレクター後方に配された。296GTB で採用されたエンジン音をキャビンに伝えるホットチューブは 296GTS でも継承。RHT 格納スペース確保のために再設計され、トップを上げた時も魅力的なサウンドを伝える。 日本価格も正式発表。往年の F1 マシンにターンを発するターボを V バンク内に配置する120度 V6 ターボチャージドユニットは、296GTB と共通で8速 F1DCT 変速機が組み合わされるのも同様だ。エンジン単体の最高出力は 663PS 発揮し、ここにフェイシステムの1 2 2ット。 167PS を発生する電動モーターを組み合わせることにより、総合出力は 830PS に達する。増えるだけにエンジンと電動のマネージメントが選択でき、E ドライブ、ハイブリッド、パフォーマンス。クオリファイの4モードある E マネッティのは 296GTB と同様だ。 E ドライブはフル EV モードで 25km 走行でき、最高速度は時速 135km に達する。ハイブリッドはデフォルトモードで、エンジンと電動モーターを標準的に併用する。パフォーマンスはエンジンを常時稼働させフルパワーが発揮できる状態にし、クオリファイではバッテリーの再充電を抑えて、最大のパフォーマンスを発揮するもの。 フェイによる高性能と美しいスタイリングを備え、オープンエアモータリングが楽しめる 296GTS は、先に登場したベルリネッタの 296GTB 以上の人気モデルになろう。日本へのデリバリー時期は現時点では未定で、車両本体価格は4313万円と発表された。 究極のパワーとパフォーマンスを最大限に活用したいオーナーのために 296GTS にもラインオプションでアセットフィオラーのパッケージが用意されている8キログラムの軽量化とダウンフォースを 10kg 増大するエアロパーツサーキット走行に最適化されたアジャスタブルマルチマチックショックアブゾーバーが備わる